さあこの種目の本命の登場です。今シーズンの世界選手権の金メダルカップル、カナダテッサ・バーチュースコット・モイヤー。ショートダンスの曲はヒップヒップチンチンほか。演技の開始と同時に場内からは大きな手拍子。まずはルンバから入ります。はい、このあとにはフランスのペシャラ・ブルザ、そして因縁のライバルアメリカ、デイビス・ホワイト軍も控えています。ツイズルが綺麗に揃っていました。スピード感のあるツイズルでした。ジャッジサイドでのルンバです。はい、この直投が難しいんですよね。この2人の動きというのはいかがでしたか。ルンバ自体はとても滑っていると思うんですが、はい、ちょっと直投の方は女性のワイドの幅が足りなかったかなと思います。世界選手権の金メダルカップル、そしてバンクーバーオリンピックも制したのはこのバーチュ・モイヤーでした。パーキュラーステップです。もう一度ここからサンバのリズムに乗せてのステップ。全く2人の距離感が変わらないところが素晴らしいですね。よく揃ってます。このリップのポジションも綺麗です。王者の圧巻の演技、カナダテッサ・バーチュースコット・モイヤー。場内割れんばかりの拍手に包まれます。ショートダンスから素晴らしい演技を見せました。川合さん、これ改めて本当にさすがだなという演技でしたよね。そうですね、表情を見ていても余裕がありましたね。はい、自分たちのやることに自信を持っている、そんな動きに見えました。動きが正確、そして表情も豊か、技術と表現力を兼ね備えたカナダテッサ・バーチュースコット・モイヤー、ショートダンスの演技です。このリフトのポジションに入るのが素晴らしく早くていいですね。カナダテッサ・バーチュースコット・モイヤーの得点が出ました。技術点 32.35、 演技構成点は 37.58、 ショートの得点は 69.93 というところになりました。この時点でバーチューとモイヤーがトップに立ちました。